皆さんこんにちは、もたいです。今回はブルーロック期間限定ショップ&コラボカフェモンスターパーティー漫画店に行ってきました。よかった言えたわ。今回はですね、もたいはちょっとゆっくりめに追おうと思っていまして、いつもねフルコンプするぞとか言ってるけど、今回はもうメニューをコンプリートするだけにしようと思います。そう、ゆっくり追おうと思います。ほら、無理なくだと2回でコンプできそうな量なんですよ。嬉しいわ。お店が地下にあるんですけど、その道中階段でこんな感じでブルーロックのキャラクターたちが、あ、かっこいいってね。本当はもっとねブレなくねやろうと思ったんですけど、帰りがけにこれ撮ったんですよ。で、今逆再生でして、本当は私上がっているんです。うわ、よくやせよくやせ、ほっちゃって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 やってるからね、もうなんか登るのに必死でごめんなさいね、見づらいですね。ちょっともう一回行く予定があるので、もうちょっとちゃんと綺麗にやります。ほら、よっこらせよっこらせってやってますね。どうして体力がないなー。で、結構下らへんの子になると光が当たってないんですよ。なのでね、だんだんとちょっと暗くなっていくんです。もうここらへんのなぎくんとかはちょっと暗く撮れちゃったんですけど、一番大変な子がいるんですよ。そう、デオピです。で、テーブルの装飾が可愛いんですよ。ほら、みんないる、みんないるんです。すっごくね、テンションが上がる。まず頼んだのが糸シリンターコイズブルーソーダと凪誠志郎黒ごまラテです。黒ごまラテ美味しかった。なんか酸っぱい味がするって思ったらね、レモンジュレだった。レモンジュレ、ジェリー。そう、リン君のはね、大好きな炭酸。なんかいっぱい飲みすぎてね、記憶が定かじゃない。そしてエゴジンパチの脳を起こすブラックコーヒー、こちらはですね、エゴのペーパーメガネがついてきます。そしてブルーロックオリジナル監獄プレートです。こちら今回唯一のフードメニューです。チビキャラがねちょこんと乗っていて可愛かったです。あと、いちごアイスが美味しかったです。フルーツ、アイスが好きだから、もういつ何時でもフルーツはアイスで来てほしい。で、この奥行きがあるエゴさんすごく好きなんですよ。ミニキャラをね、一緒に飾るとめちゃくちゃ可愛くて、でもミニキャラ欲しい人はランダムなんですよね。どれぐらい頑張ろうか悩んでます。そしてこちらが立ち絵パネルです。今回はですね、ザザッとご紹介します。またね、一人一人ショート動画を出すので。で、イサギくんどういうことですか？こんなにはだけて、パチラくんかわいいね。そして今回一番好きな立ち絵のリンくんです。なんというかね、今回のお顔虚無感がすごくてとても好きだわ。もっと喋りたい。バッて待って、バロー翔英くんをね、ああ、もう尺がなかった。いや、今回が飛びすぎてわかんなくなってきた。全部ね、甘いものだったし、ドリンクだったから、ちょっと、もうちょっと食べたい、お腹減ったと思って、サンリオカフェに行ったんですよ。同じ池袋にあったから。で、リンくんがね、すごく来てくれたから、もうこれはポチャックメニューを食べるしかないだろうと思ったら、全然なかったの。悲しい。そう、さっきのハンバーガーでもなかったし、このカップケーキにね、ポチャックがいて、で、ロールケーキはなくて、で、こっちのね、スムージーもなくてね、上の、このラテアートだったらいたんですよ。だからね、どっちにしろ甘いものと飲み物になったの。はい、こちらがカップケーキのポチャックです。ちょっと、頭部に存在感がありますけど。そしてこちらがカフェラテです。そして後ろに控えるはリンくんです。でね、このリンくんがね、ビッグアクリルスタンドって書いてあったけど、私ビッグが分かんなかったんですよ。あんまりアクスタ買わないから。で、手前のリンくんと比べてみると、あ、ビッグなんだなって思いました。そしてですね、なんとですね、ほら来てくれたんですよ。コースターと、あとミニキャラのアクスタがランダムなんですけど来てくれました。そしてこちらがヌイのリンくんです。かわいい。1回目で来てくれたのがこの子たちです。なんとですね、優勝と無償コースター、どっちも同じ種類が来てくれたんですよ。今回引きがいいですね。そして3つだけミニキャラのアクリルスタンドランダムなんですけど買いまして、それはエゴさんと、あとナギくんと、あとリンくんが来てくれました。でね、おっきなリンくんも買ってみました。今回ね、一番イラストの中で好きだったので、こちらのリン君をお迎えしました。しかしですよ、コンプまでは難しいんで、いや、違う。私今回はコンプをしない。絶対コンプをしない。メニューだけコンプする。コラボメニューだけコンプする。もうこれ以上、追ってはいけない。意地になってしまうから、楽しむことを考えよう。
まあ今回コンプはですね、まあ、考えていないわけで、メニューだけコンプすることを考えているので、もうコースターとかあとミニキャラたちはまあゆっくりね、適度に集めようと思います。